夜も明けきらぬ早朝、静まり返る大阪駅再開発エリア。しかし、その地下には多くの鉄道ファンの姿が。固唾を飲んで見守るのは、今新しいホームから始発の電車が出発しました。大阪梅北エリアから出発する最初の電車になります。お目当ては大阪駅の地下に新たに開業した梅北エリアの始発列車。ここに特急はるかなどが新たに乗り入れ、これまで課題とされた関西国際空港や和歌山へのアクセスを大幅に改善。大阪駅を関西交通網のハブとして強化する狙いです。海外の直接の玄関口というふうに理解をしています。進化している駅をですね、見に来ていただきたい。そう、AI が乗り換え情報や周辺施設を教えてくれる案内書や、最寄りのお手洗いがお客様右手後方にお進みください。人の動きに反応して映像を変える幅14メートルの巨大スクリーンなど、ここは JR 西日本が最新の技術を詰め込んだ世界最先端の鉄道駅なんです。あれ、何なんですか。あれ、顔認証で通れる改札で、コーパスってやつですね。すごい近未来的な。利用者も戸惑うこちらの顔認証改札機。印刷大手大日本印刷との共同開発で、事前に登録しておけば顔パスで通過できる仕組み。さらにアプリを活用した自分専用のサービスも。例えば福和大阪に行きたいと登録すると、玉ねぎのマークが出てきました。これが私専用のマークなんです。このマークを頼りに歩いていますと、出てきました。改札を出た先にも私への案内表示が出てくれています。利用者の目的地に合わせて案内表示を変えるデジタル可変案内サイン。そしてさらなる注目を集めたのが、こちらですね、いろんな列車のドア位置に合わせて襖のような形でですね、どこにでも開口部を動かせる世界初のホームドアになってます。鉄道関連機器の製造を手掛けるナブテスコと共同開発したフルスクリーンホームドアは、到着前に列車側のドアの位置を検知し、それに合った形式にホームドアをトランスフォームする世界初の技術。このようにさまざまな形式に対応できます。将来なにわ筋線が開業した時には、形もサイズも違う南海さんの車両がこちらに入ってくることが今計画されていますので、日本だけじゃなくて、あるいは世界でもですね、もしこういうタイプが必要な場所があれば、ぜひ取り入れていただきたい。 JR 西日本は開発した新たな鉄道設備やシステムの開販を目指しており、この梅北エリアはショールームとしての役割も合わせ持っています。売上高の3分の2を占める鉄道事業はコロナ禍で業績の回復が見通せず、今後はシステムの外販など人の移動に頼らない収益を伸ばしていく方針です。券売機や改札機の故障を AI で予測する新システムは、すでに JR 九州が試験運用を実施するなど順調に進みつつあります。いろんな方々にこの駅見ていただいて、こういう使い方もできるんじゃないかっていうようなアイディアを一緒にこう考えていくとかですね、これから万博もありますので、どんどんこう未来に向けた発信をこの梅北からやっていきたいと。